数式パズル。9割の人は間違える計算問題、おまけ問題付きです。では始めましょう。ハテナに入る数字は何でしょう。では解説をします。正解は14です。上3つの式でそれぞれの値を求めても、本来はそれだけでは解けず、本質を見抜く必要があります。まず上の青丸の図形は、三角形、四角形、五角形が組み合わさったものなので、その値は 3+4+5 で12となります。上のバナナは4房あるので、その値は4です。上の時計は3時を指しているので、その値は3です。以上を当てはめると、上3つの式が成り立つことがわかります。4つ目の式は上と微妙に違うことに気づくと思います。バナナは3房なので、その値は3。時計は2時を指しているので、その値は2。図形は四角形と五角形だけなので、その値は 4+5 で9。よってそれらを合計すると 3+2+9で14となります。おまけ問題です。ハテナに入る数字は何でしょう。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお他の動画でこの問題の解説をしていますので、概要欄の URL からご覧になってください。